いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TN24、TN 英語の24数字ですね。はい。お久しぶりですね。はい。まあ、すぐ結構売れちゃうんで、どんな数も結構入ってたんですけど、まあ、おろしもあるんで、なかなかね、よいしょ。あとは結構ケースで、ケースの販売も今回したんですけど、結構、2、3人ポンポンと買っちゃうと、もうそれで、まあ、ね。まあ、ただ、パニーさんの製品はやっぱりケースで購入いただいて、安心して開けたいという方も多いので、まあ、その辺はご理解いただけると。はい。まあ、よいしょ。ボックスでね、販売する。ね、ケースで販売する。うん。なかなか、比率が難しいところですけど。で、ちょっと発送なんですけど、ちょっと開封するのはできるんでしょうけど、多分、カード片付けまで時間がなさそうな気がします。もし今日中に発送できなかったら、多分、山本さんから通知がいかないと思いますので、まあ先に配送番号をお知らせしてますので、まあ夜の8時以降にちょっと検索していただいて、まあ引き受けになってたら間に合ったと思っていただければと。ちょっと微妙な時間なんです。今日もちょっと忙しくて、発送も多くて、店内対応してた時に今のが忙しいっていう状況になってます。よいしょ。はい、じゃあ行きます。はい、ベース系に関してはここのレイテッドルーキーですね、ここの3枚までは、はい、届きましたらご確認ください。で、レイテッドルーキーは別にしておきますので、ここね、はい。で、シリアル。ジョタさんですね。はい。165。で、シリアル以上はローダーに入れておきます。で、ここはパラレル。はい。デブルーニですね。で、ここからオプティックですね。こちらも、こっちの RC については、届きましたらご確認ください。で、このレイテッドルーキーだけは紙のレイテッドルーキーと一緒にしておきます。で、ホロがいきなりウンバペ来ました。ウンバペさん。はい。いいですね。マーベル。で、インサートはひとまとめにしておきますので。で、またウンバペさん。まあ、紙系なんでね、ちょっと丁寧に店長もやってますけど。よいしょ。これね、ここのオプティックとね、これが、裁断がいいから、ね、貼り付くんですよね。寸分の狂いなく、こう、裁断されてる感じですから。はい、ヌネスですね。で、ホロ・アダムス、テイラー・アダムス。で、マーベルズとかですね。はい。はい。うん。ルーキーのシリアル、コスタさんですね。ゴールキーパー、99。お、アルバレスだ。光ってる。そう、アルバレスとなんかエンツは一緒に入ってんだね。さっきもありました。こっちは、ね、ちゃんと入れておきます。ヌネス、ヌネスじゃない。アルバレスのね。お、ルーキー、カーバル、ホロ。うん。31とジャージ1が、オンアベレージでね、入ってる感じですかね。うん、ガルナッチョさんでした。これもスリーブ入れときます。で、デコイですね。
こうか。よいしょ。あ、ルキーか。はい。それと、ロータロくん、ホロ。これ、マーベルズのシルバーですね。はい。フェルナ。これ一箱片付けに20分ぐらいかかっちゃうんですよ。スリーブ入れたりしてると。ちょっとだから微妙なんですよね。まあまだ6時前なんですけど。キットキング?エジルさんだ。キットキングっていう。ジャージか。ああ、これ初めて見ました。キットキングって言うんだ。フィールドじゃないんだ。ピッチキングとかでもないんだ。キットキング。へぇ。ピッチキングでしたよね、確か前。インサート。と、ホロ・アントニーですね。左利きだから、こっちばっかときはい、もじょってますね。はい、レーテッドルーキーのもじょですね。うん。何シリでしょうか。お、25だ。はい、イタリア。ねえ、ウィルフレッド。ノント。グノットって言わないよね。全然違うだろうね。よいしょ。はい。紙の199パラですね。レイテッドルーキーと、モリーナさん。モリーナさん。と、マーベルズ、インサート系4枚。ここから。うん。ほんとこれ。少し張り付いてんだな。3、4枚。はい。バーナード・シルバーさん。ホロ。うん。これもシルバーなんですよね。シルバーパラレル。シリアルないんですけど。まあ、ジャージ1枚出てるんで、あとサインですね。はい、アルバレス。うん、無理しないでこうやった方がいいな。安全ですね、その方が。はい。メキシコのアルバレスさん。で、ホロですね。で、インサート4枚。はい。で、残り4パック。こうですね。トリッピアーですね。紙のシリアルですね。199。ルイス・スワレス。おー、コロンビアにもいるんだ。へぇ。ムバペさん。ロータローさん。あ、サインだった。トリピアさん。はい。へぇ、SS? シグネチャーシリーズだ。あー、ビューティフルゲームとシグネチャーシリーズがあるんだ。あ、なるほどね。テモリナさん。ね、
あ、ガルナチャさん、オプティック出ました。よかった。モーガンさん、いましたね。マーベルズ。で、あと3パック。あとはシリアルのレイテッドルーキーのね、ガルナチョとかポーンって来てくれるといいんですけど。結構ルーキーも人数いそうですね。あ、アルバレスまた出ました。はい。青パラですかね。バラホビッチさん。はい。49。で、あと2パック。お、色付き。ですね、3枚と、あ、ルーキーですけど、はい、ガルナチャポンとはいかなかったです。99ですね。ね、うん、あ、この子か。で、ルーキーのフォローが出ました。アルマダさん。アルゼンチンだ。RC なんだ。はあ。次のね、ワールドカップとかも。はい、サカさんのシルバーですね。ファニーさんは、次も出す。まあ一応ね、営業レベルですけど。やる気満々ということで。まあでもそれまで、まあ3年ありますからね。ライセンスの問題とかいろいろね、もう食うか食われるかになっちゃってますからね。これもシルバーですね、多分。はい、今結構なんか泥沼化になってきてますから大変ですよ。はい、ということでね、ちょっと待って、ね、サインと、まあシリアルは全部ローダー入れますので、まあ結構ねありましたさっきも結構シリアルといろいろこう入れてたら結構な量あって、まあそれだけいい製品中古っとっすね。みんなね、ドーナツドーナツってなってますから、それだけもう定番化した製品ですよね。おお、これ2枚出てんだね。同じ選手ダブる時もあるんですね。ベースもシリアルが6枚ぐらいでしたね、さっきも。25シリのね、ウィルフリードさん。どうなんですかね。でしょうか。ガルナチョさんも出たし、アルバレスのフォローいいですね、これね。月曜日にパパッとこう、数ケース分売って、で、ちょっと PB は今日からなっちゃったんですけど、ね、あと火曜日もちょっと出た時に、出てきた時にね、更新して、あとは今日ですね。あともう1回か2回ぐらいちょっと更新したいと思います。ちょっとね、休みの前日前後とか、すぐ発送できないとちょっと悪いので、そういう場合はちょっと、うん、営業日まで待ってからアップするんで、はい。ってこと、1、2、3。やっぱ、あ、シリアル7出てるわ。はぁ。さっき6だったかなと思うので。はい。あ、山さん来ちゃいましたね。ちょっとやっぱり、
明日の発送になるかなと思います。じゃあちょっと梱包して、違うかな、とりあえず梱包します。はい、ありがとうございました。